皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。当チャンネルが勤務先の社会の底辺工場と取引先にバレて1年、見バレ1周年を記念した企画として、犯罪者とクズの巣窟、違法行為、悪口、いじめ、嫌がらせの横行する社会の底辺工場が浄化されていく様子と、SNS でいじめを解決する超強力な方法をご紹介します。見バレの経緯と醸造部からの呼び出し。1年前の7月、社食動画が原因で当チャンネルが社会の底辺工場の神戸事業所の取引先にバレました。見つけたのは社会の底辺工場に仕事を下ろす取引企業でした。取引企業が社会の底辺工場の上層部に連絡をして問題になり、一般企業でいうところの部長以上の役職にあたる支社長と取り巻きに呼び出され面談となりました。内容についていろいろと責められそうになりましたが、事業所長が暴力事件をもみ消そうとしたり、身内を贔屓しまくり、セクハラ問題、誹謗中傷、いじめ問題に対応をしなかったことを支社長に言いました。支社長もえってなって、返答に困るようなありえないことばかりが起こっていた感じだったので、責められなかったことまではお話をしたと思います。うわー、最悪や。支社長は時間はかかるかもしれないけど改善すると言っておりました。事業所長の超不誠実な対応で会社に対する信頼がなかったので、その言葉を信じておらず嫌がらせを受けると思っておりました。そこで懲戒解雇を回避し、クビになる企みを考えました。見バレをしてからも煽るようにさらにやばいことを言っていた理由は、社会保険料、失業保険、税金の問題で自分から辞めるのは超不利なので、懲戒解雇にならないラインを狙って事業所の人からさらに嫌われてクビにしてもらおうと思っていたからです。どうせ嫌がらせを受けるのなら徹底的に嫌われ、煙たがられ、クビになろうとしたわけです。しかしその企みは全くうまくいかず、信じられない方向に事態は進みました。約束の履行、底辺工場の浄化、支社長の時間がかかるかもしれないけど改善をする、その言葉を信じていませんでしたが、支社長は底辺工場の浄化に取り組んでいてくれました。パワハラ、セクハラ、いじめ、嫌がらせに対する相談窓口の一人で悩まないでポスターが目立つ場所に掲示をされ、相談窓口が皆に知らされました。さらなる嫌がらせを受けると思っておりましたが、嫌がらせは一切起こらず、逆に腰が超低空飛行になって過剰に丁寧な対応になりました。見バレ以前の私は罪もないのに悪者扱いをされて、無理やりに謝罪をさせられたりしておりましたが、見バレをしてからは明らかに私が悪いことをしていても責められることはなく、気分を害さないでほしいんだけど〇〇だからのように、怒られて当たり前のことをしても怒られなくなりました。さすがにこれは違うと思っていて、弱いと思ったものは押さえつけ、強いと分かった途端に真逆の態度になって終わっていると思っております。この映像はその恨めしい気持ちを表したものです。入浴命令、ピザデブの体臭軽減、見バレをした後も体臭がやばすぎる風呂に入らない正社員のピザデブのことで、体臭が臭すぎて会社に行きたくないと言っておりました。この亀さんのように全部餌が取られてしまう直属の優しすぎる上司に相談をしても、優しすぎるがゆえに言えなくて、そんなことを言えない、近づいてきたら逃げてと言われました。そんな経緯があり、 YouTube で臭すぎると言い続けていたら、上層部からピザデブに入浴命令が出たのか、体臭がかなり減り息ができるようになりました。
上層部は一般人が言いにくいことであっても対応をしてくれていて、底辺工場は浄化されて本当に変わったんだなぁと思いました。ここで少し人気の登場人物であったピザデブについてお話をさせていただこうと思います。いろいろと問題の多かった正社員のピザデブが事実上の左遷となることが決定をしました。さようならピザデブ、ついに左遷は。一般公開をするのにはいろいろと問題があるので一般公開できず、概要欄コメント欄にリンクの貼ってあるメンバー限定動画で公開をさせていただこうと思います。社会の底辺工場の秘密、実は優良企業。社会の底辺工場は田舎にあるので給料は安いのですが、非正規雇用にしては福利厚生が充実していて、本来は優良企業の部類です。神戸事業所のトップの管理に問題があったので、犯罪者と善悪の区別がわからない狂人の巣窟の超変な職場でしたが、上層部の指導が入り、1年の時を経て浄化をされました。浄化が適切になされたおかげで、かなり働きやすい平和な職場になったことはすごく良いことで喜ばしいのですが、浄化が進みすぎて、ピザデブが事実上の左遷になるなど、不満や嫌なことが激減し、ディスるネタが減ってしまいました。ここで少しいじめの原因についてお話をしようと思います。原因は和の精神、隠蔽体質のいじめ。日本人は善悪よりも和という最低最悪なものを重視するので、いじめ、パワハラ、セクハラなどは学校でも会社でも力で押さえつけて隠蔽をされます。組織内で秩序を重視し、和という最低最悪なものを重んじるので、不都合なことや少数派の意見は無視され押さえつけ続けられ、声を上げるとさらなる嫌がらせにつながることも珍しくありません。そんなことを何度も見聞きしたり体験をしてきたりしていたので、同調圧力の強い集団内で集団のトップの意思に反する声を上げても無駄で、事態を悪化させることをよく分かっておりました。学校で言うのなら、いじめを隠蔽したい校長、私の会社なら丸く収め、保身に走る事業所のトップから、そこにいられなくされたり、さらなる理不尽を強いられるという感じです。隠蔽体質を打ち破るいじめの解決方法。本気で理不尽だと思うことを本気で解決したいと思うのなら、その集団のトップに行っても本当に無駄なので、SNS やインターネットを使って拡散し、大勢の目に触れるようにして、上層部が対応せざるを得ない状況に持ち込むのが有効です。集団では不都合なことや少数派の意見は無視され押さえつけられるので、その集団には言わず、その集団以上の力の強いものに言えばいいのです。今回の身バレ事件の場合は、事業所長を飛ばして、事業所長の上司、一般企業に例えると部長以上の役職の支社長や、底辺工場の上層部と、仕事を発注する元請けの某企業に知れ渡り、対策を迫られることになりました。これをいじめ隠蔽事件に例えると、教育委員会はもちろん、有名な SNS 運営者に知れ渡り炎上し、全国から批判が集まり評判がガタ落ちし、対応をしないとやばいことになる状態と同じようなものです。強力な諸刃の剣、SNS でいじめを解決。私は元ウェブライターと元メディア運営者で、以前にも理不尽なことがあり、この方法で世間に訴え、改善にこぎつけたことがありました。SNS を使って拡散をするということは効果が絶大ですが、諸刃の剣であり扱いには非常に注意が必要です。著作権や肖像権の侵害、名誉毀損や侮辱罪など、法律の勉強をそこそこし、理解をしていないと逆にやばいことになります。
当チャンネルは炎上と法律違反にならないギリギリのラインを攻めていて、上層部は弁護士にでも相談をしたのか、かなり勉強をされたのではないかと言っておられました。その違法行為にならないラインをしっかりと見極められないと、怒られてしまったり訴えられたりするリスクが非常に高くなるので、こんなことを言うのはあれなのですが、SNS はバカには扱えない強力な諸刃の剣なわけです。SNS は影響力が強いので、SNS を使ったいじめの解決は効果が高い反面、全くの無知の人が正しく扱うのには、勉強が必要なので熱意がいります。SNS というのは非常に影響力が強いので、私のチャンネルのような個人が一人でやっているメディアであっても、大手の出版社やテレビ局関連のメディアに取り上げられることもあります。3月の宝島社さんに引き続き、6月には日本放送関係のウェブメディアに取り上げていただくことになりました。概要欄に URL を貼っておきますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。